本堂を安全にした白鷺橋達江寺は、徳島県小松島市達江町にある高野山、新言宗の寺院、四国八十八箇所霊場第十九番札所で、四国の創石所、また、阿波の石所として知られる。橋池山、マニ真ンと号する。本尊は、延命地蔵菩薩、本尊新言、恩家かカビさ前磯輪かご栄か、いつかさて西の住まいの和が達江具勢の船に、 乗りていたら農教院、当時本尊、四国創籍所前人の証、奥の院清水寺寺伝によれば、聖武天皇の直願寺として、京起が、光明皇后の安山を祈願し一寸八分の金の、小安の地蔵菩薩を刻み、延命地蔵菩薩と名付けて、本尊として回帰したとされる。空海が訪れた際、小さい本尊は失われる恐れがあるとして、一等三礼して、 等身大の地蔵菩薩を刻み、本尊を体内に収めたといい、この時に寺名が達江寺と改められたと伝えられている。当時は現在地から400メートルほど西の奥谷山、清水寺のある場所であったという、天正年間に長祖壁元地下の陛下により全焼したが、幸い本尊はなを逃れた。その後徳島藩藩祖、八塚家政によって現在の地で復興された。 昭和49年に火災が発生、本堂が焼けたが本尊は無事で、昭和52年に再建された。三門を入ると左に首廊が、右には微射門堂があり隣に長図場がある。その先左側に本堂が立ち、本堂左に観音堂がある。本堂を背にして、境内の南に進むと右に田方堂、左に新編堂があって、奥に大志堂が立つ。 大師堂の右に黒神堂がある。農協所は山門の正面奥の右側である。重要文化財鉄道バス道路清水寺、奥谷山清水寺本尊は延命地蔵菩薩。昭和15年4月28日、当時の住職らが発願し、達江寺の旧跡を起点にして新四国88箇所を改装。昭和55年に大改修を行った。農協は、 達江寺にて行っている、妙見山鳥聖寺災いを招く妖精が出現した折、空海が妖精を落とすべく、秘宝を行ったところ、鳥聖寺を参照岩や山生田二次、星の岩やその妖精が落ちたところと言われている。星の岩やへの車道をさらに約 1.4km にしへ行ったところの車道から下へ石段を約 20m 降りたところに、番外霊場仏大師がある。 駐車スペースあり、星谷寺を、山椒を、京塚沼江大師道を京塚変土振りする不定の都廃に対する天罰の戒めを検証する記念塚で、以前の建物は老朽化により取り壊され、変土庫や48号が新築された。その中央の内部には、お経の位配が収められている。沼高大師大蔵寺の大師道が、沼高大師と呼ばれ、薬除けや縁結びに霊言がある。 四国八十八カ所十八音山寺十九達江寺二十鶴林寺、ありがとうございます。